バンジョーヌと同じくジュラ地方の名産品であるコンテチーズ、クルミ。バンジョーヌもしくはキワインはフランス東部のジュラ地方で生産される特殊な白ワインである。ボワールと呼ばれる三膜酵母がワインの液面を覆った状態で損熟成されることによりフィノと呼ばれるタイプの辛口シェリーに似た特徴を有する。香りなどで シェリーと多くの共通点を持つが、主精強化ワインではないという点で、シェリーとは異なる。バンジョーヌは、サバニアンダネのブドウから作られるドロハイド状のオークシャロンで産出されるものが最良とされる。ガイアックなど、フランスのワイン生産地の中には、シャルドネやジバ品種と培養した酵母を用いて、バンジョーヌのようなタイプのワインの生産を試みている、地域もある。 三年間熟成された万丈ヌの入ったたる。尊一杯にワインを詰めていないため、蒸発により、天使の分け前が生じる。この空間があることで、サッカロミセス・バイオネス種の出荷酵母が、液面に発生し、ボワールとなる。万丈ヌは、おそつまみのサバニャン種のブドウで作られる。サバニャンは、トラミナー系統の白ブドウであり、 同系統でよく知られるゲビュルツとラミネールと比べると香りが弱い。ワインに醸造した際にアルコール度数が13から15度になる程度の糖度になるよう典型的には10月下旬に収穫される。ワインは228リットルの多く損でゆっくりと熟成させる。この時通常のワインと異なり損に完全にワインを満たさない。これにより ワインが蒸発する空間ができる。すると、酵母の膜がワインの表面に発生し、ワインが酸化から守られる。ジュラ地方では、この膜を、ボワールと呼ぶ。これはシェリーにおける、フロールと似た概念である。ボワールの性質は、フロールとおよそ同じであるが、フロールに比べボワールはより低いアルコール度数で、良好に生育し、また膜は、比較的薄くて少量である。 ボワールが完全に生育するまでには、おおむね2から3年を要する。それまでに、ワインは、わずかな量の酸素にさらされるため、アセトアルデヒドや、ソトロンと呼ばれる香り成分が生成されるような、化学変化が起こる。こうして生じた、化合物により、バンジョーヌには特有のフレーバーやアロマが生まれるのである。気発酸が生じることにより、ワイン作りを失敗する、可能性があるので、 全プロセスでワインの状態を注視しながら生産する必要がある。万丈ヌは6年3ヶ月の熟成が義務付けられており、この長い熟成期間により特徴的な黄色い色とナッツのような香りになる。なお、この熟成期間は収穫から瓶詰めまでの期間であり、その期間中常に樽に入っているわけではない。最終的にはワインの量は 最初の62%まで減ってしまう。バンジョーヌは 62CL の特殊な太めの瓶に詰められる。この瓶はクラブランと呼ばれる。歴史的にはこの瓶のサイズは6年間の熟成により蒸発してしまった分の残りに対応すると言われてきた。奥ートドジュラのバンジョーヌ原産地故障統性によりバンジョーヌの生産が認められているのは次の生産地である。以上はすべて ジュラ地方に属する。また、シャトーシャロン以外では、バンジョーヌ以外のワインの生産も多くで認められている。フランスにおいては、ジュラ地方以外においてもバンジョーヌと同じスタイルのワイン生産が参見される。ボワールに相当する山脈工房を使用することでバンジョーヌタイプのワインが作られ、例えばガイアック地方などで生産される。バンジョーヌは13から15オシーで提供されることが、 多い。また、デカンタージュすることにより、酸素に触れさせ、特有の香りを引き立たせることもある。バンジョーヌは、ジュラ地方の香りの強い料理と合わせることができる。ジュラ料理には、鶏肉料理が多く、調理中やソースにバンジョーヌを使うこともある。また、フランスのコンテ地方で生産される、コンテチーズと合わせることも、一般的である。ラッパーシー・ジュビンジョーヌと呼ばれるバンジョヌの祭りが、 毎年1月最終週か2月初週に開かれている。先日のように、万丈ヌには6年3ヶ月の熟成が義務付けられているため、7年前の秋に収穫された、ぶどうで作られた万丈ヌは、この時期にリリースされることになる。このように、新しいヴィンテージの万丈ヌがリリースされることを祝って祭りが開催されるのである。祭りでは、ワインの試飲などが行われ、 近年では3万人程度が参加した。開催される村は毎年異なる。バンジョ丈の科学的特徴としては、アルファ・ケトラクさんからソトロンが生成することが挙げられる。ありがとうございます。